はい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 。もうアメリカと中国の戦争というのはこれ避けられないかもしれませんね。これ少なくともですね、アメリカの方はですね、もうゴリゴリに中国の戦争が起こっても構わないという態度で外交に臨んでいます。そしてその戦争の準備もですね、ゴリゴリに進めているという状況でございます。でね、これね、もう米中戦争は避けられませんよというですね、コメントをです、言葉をで言うですね、有識者の方が非常に増えてきてまして、そのうちの一人、神岡さんの文章をですね、私見つけております。今の現状がどうでですね、一体どういうストーリーを通ってアメリカと中国は戦うことになるのかというですね、そこまで言及しておられる非常にわかりやすい文章ですので、今となってはですね、もう日本人としてもですね、これで米中戦争が発生すると、で、その戦いの舞台はおそらくね、沖縄と台湾になります。日本思いっきり巻き込まれます。うん。もう積極的にね、アメリカと一緒に戦わなければならない状況になると思いますので、これね、覚悟をしといた方がいいと思いまして、その覚悟を決めるのに非常にいい文章だと思いましたので、こちらの方をご紹介したいと思いましてですね、こう動画を作ることにしました。ね、闇の駒さんございます。おはようございます。もうね、一個、全く寝れんかったわ、今日。昨日の夜中から、どうやらいことが起こりまくってるんですよ。はい、これも皆さんご存知ですよね。アメリカの上空を飛んでいた、中国のですね、スパイ気球がですね、撃ち落とされました。撃ち落とされました。バイデン大統領がですね、ついに撃墜命令を出しました。アメリカの国土を出てですね、太平洋のですね、海の上でですね、見事に F-22、はい、最新の戦闘機 F-22 を繰り出してですね、この気球をですね、撃墜いたしました。ちょっと見てみますか。撃墜の瞬間だけ見てみますか。いきますよ。はい、ドーンという感じでですね、もう、コッパみじんに撃ち落とされました。で、撃ち落とされた破片はですね、米軍のように拾われてですね、どうも調査に回されているようでございますよ。はい。というのとですね、あと、当然ね、今のアメリカのですね、中国に対する態度で分かりやすいのは、やっぱりブリンケンさんがですね、中国の訪問を中止したと、ね、延期したというところでございますよね。まあ、そらそうなんですよね。だってアメリカの国務長官がですね、2月の5日にですね、中国行くよって言ってるにもかかわらず、ね、スパイ気球を飛ばしてくるような国に誰が訪問するかっていう話なんですよ。で、当の中国はどういう態度に出てるかというと、今ですね、アメリカ様のご機嫌を必死で取ってます。ね。まあ、さすがに中国といえどもですね、アメリカの戦ったら他じゃ済まないところが、まず間違いなく負けますから、ボロボロのボロンとりされるのはもう身に見えてますから、この状況でアメリカと戦うのはまずい。まだ数年早い、5年後であればですね、アメリカにどでかい被害を食らわしられるんだけれども、今直接やってしまうのはまずいという形でですね、一生懸命今アメリカに平謝りをしている状況でございます。ちょっとだけこの文章を読んでみます。はい。中国共産党のですね、王毅外相ですね、王毅さんですね、日本にも来てましたね、生意気なクソジジイですね、はい。はですね、アメリカのブリンケン国務長官と電話会談を行いました。双方はいかに冷静さを保って、専門的な態度で偶発的な事件に対処するのかについて意見を交わしましたと。要するにですね、このね、気球はですね、たまたまアメリカに流れただけですよというのが中国の言い分でございますからね。でも状況から考えてですね、どう考えても、これ偵察気球なんですよ。偵察気球、ちなみにね、これね、アメリカの上空で1個ね、撃墜されたでしょ。あと2個がですね、地球上飛んでるということが確認されてます。もう地球上にね、偵察気球をですね、放ちまくってるんですよ、中国って。はい、こんな状況でございますね。だからごめんよ、そう怒んないでよって言ってるけれども、これ止まんないと思うよ、アメリカは。はい、王毅外相はですね、中国は責任のある国として、一貫して国際法を厳格に遵守をしていると、嘘をついてますよね。国際司法裁判所でですね、南シナ海の基地までダメだよって言われたばかりなんだけどね、うん、根拠のないですね、憶測や大げさな宣伝は受け入れませんと、ね、何言ってんだね。予想外の状況に対して、双方は冷静さを保って、直ちに意思疎通を行って、間違った判断と意見の食い違いがないように注意をするべきだという形でですね、アメリカさん、あんまりその戦いの準備を進めるのをちょっと勘弁してくれませんかという形で。だって、中国としてはですね、アメリカのね、体制が整わないうちにですね、台湾侵攻してしまいたかったんだけど、中国を超えるスピードで今アメリカが戦争の準備をゴリゴリに進めてますからね。そしてですね、ついに日本もアメリカに追従し始めましたね。これも昨日のね、で大ニュースですよね。はい。半導体の対中国輸出、ついに規制を決めました。日本政府規制を決めました。今年の春にもですね、実施へという形でですね、これによってですね、もうオランダも日本もアメリカも中国に対してですね、半導体をですね、輸出をしないということを決めました。それどころか、半導体を作るための製造装置のですね、輸出も止めていますので、もう中国は最新の半導体を手に入れることができなくなりましたね。まあ韓国が横流しをするかもしれませんけどね、あのクソ韓国がね、うん、名目上はね、もう手に入れることができました。できなくなりました。これによってですね、中国の国内のですね、メーカーはもうほぼ即死状態です。半導体はね、もうね、ほんとね、半導体はね、もうなんだろうな、
なんていうの、あの、米、なんだっけ、メーカーの米、製品の米、最近作るものの米、ああ、忘れちゃったよ。要するに半導体がないとですね、ろくなものが作れませんから、これでアメリカの、中国のですね、経済は死んだわけでございます。で、この状況をね、打破するためにですね、ブリンケンさんが必要だったんだけども、アホが気球を飛ばすせいで、ブリンケンさんがもう中国に行かないってなっちゃったから、中国としてはもう最悪の事態になっているという形でございます。でもね、これどう考えてもね、これね、アメリカはですね、もうね、これここにも書いてありますけども、米中戦争を意識、覚悟した外交をアメリカとしてはもうやってるんですよ。戦争になっても構わんと。そのね、状況がね、これ全部書いてあるからこれ読んでいくけれども、あとはね、もうね、中国が暴発するかどうか。中国が暴発するかどうか。で、アメリカとしてはですね、このままですね、経済封鎖を続けて、中国の国力をガンガン落としていく方針に出ています。で、その覚悟はですね、もうね、圧倒的な武力を背景に、中国は暴発をしてでも叩き潰してやるという覚悟のもと、ね、このね、中国の制裁を進めています。で、その覚悟をですね、今回のこの撃墜、この今回のこの撃墜でですね、もうアメリカ、中国は思い知ったと思います。さあ、どうする中国というところなんだけど、中国としては今、腰砕けの状況になっています。はい。もうね、中国で暴発してもやられるし、このまま腰砕けになっても経済死んでしまうしという、もうニッチもサッチもいかない状況になっています。この状況を打破するためには、中国もうね、暴発をして、アメリカをビビらせるしかないという判断をする可能性非常に高いんだよね。で、その判断をするね、可能性があるよというで、上岡さんの文章をちょっと読んでいきますが、これはこれでですね、今後の、米中関係のですね、発展したその先にある、ストーリーでございますので、これがかなり可能性の高いストーリーだと思いますので、ね、でもね、これ米中戦争が起こった場合ね、その戦いの舞台、戦場というのは台湾と日本。日本ね、巻き込まれるというかですね、もう積極的に参加をして、国民の命を守らないといけない状況になりますから、もう日本人も覚悟を決めるつもりでですね、この情報を頭に叩き込んでおいた方がいいと思いましたので、この動画を作ることにしました。というわけで、ね、もう早速、もう朝早いしね、早速ね、もう文章読んでいきましょう。うん、ぜひ聞いてください。いきますね。米中戦争を覚悟した外交をアメリカはやっているという話でございます。はい。外交の表と裏ね、外交ではですね、表と裏の発言が あり、真意はですね、曖昧になるんですと。これはですね、国家間の対立を悪化させないためと、友好関係に誘導するために使われますとね、主にはね、極端に言えば戦争に向かっていることを隠すか、戦争を回避して友好関係に向かうかのどちらかですと、これはですね3000年のですね戦争史で繰り返されていることでありまして、今では米中関係が典型的なその姿を見せているとね、結構、ね、80年前のような感じなんだと僕よく言いましたけれども、そう、あの頃の日本とアメリカの関係に今の中国とアメリカの関係でめちゃくちゃ似てるんですよね。はい、アメリカの空軍航空機動軍司令官のですね、マイクミニハン大将は有名ですよね。これね、メモにですね、2025年までに米中が軍事衝突とする可能性が高いと、警告をしていることが1月の27日に報道されました。1月の30日になりますと、アメリカのホワイトハウス国家安全保障会議の、カービー戦略広報調整官は、米中衝突はですね、まだまだ回避できますよ、中国さんとですね、発言をしました。2月2日になりますと、アメリカの国防総省はですね、アメリカの本土上空を通過中の偵察気球を追跡していると発表しました。ね。これね、これね、日本、アメリカがですね、こう中国とバチバチにやる気がなければですね、日本みたいに大騒ぎをしないんですよ。でも今回アメリカ、マックスで大騒ぎしたでしょ。マックスで大騒ぎをした結果ですね、最新鋭の F-22 を繰り出して、なんとミサイルで撃墜するっていうですね、まあ世界にですね、これね、我々は中国と戦うぞというですね、息を見せるかのようなことをやったでしょ。もうね、アメリカね、中国との戦争を全く恐れてないっていう状況なんですよ。はい。ね、さらに中華中のですね、偵察機器は中国のものであるともう断定をして発表しましたね。公開された画像をですね、3年前にですね、日本上空を通過した気球にこれ酷似してますよね。そっくりでございますよね。この当時の日本はですね、気球をですね所有する国の公表を控えていました。まあ、結局あれも中国だったんだよね。それに対してアメリカは中国だとがっつり断定しましたね。で、この記事が書かれた後ですね、見事に撃墜をしました。これがどういう状況かわかります？中国、アメリカってね、ほんとね、もうロシアとほぼ同じ扱いで中国を追い込んでるんですよ。半導体を止めたのもそうですし、ちょっと気球が紛れ込みましたって言った時点でですね、敵国の気球であると認定をして、ね、F-20 で撃墜するんだから。これすごい状況よ。ワンチャン、今年戦争起こってもおかしくないくらいの状況になってるんですよ。日本のマスコミがですね、あまりこう、エッジの受けたったら報道しないから日本人分かってないけど、もうね、戦争寸前の状況ですよ。
はい。そしてですね、さらに通過中の偵察機は中国のものだと断定をしました。公開された画像はですね、3年前に日本上級、あ、そう、アメリカはですね、日本はですね、公表を控えたけれども、アメリカは断定したという話ですね。そして歴史は繰り返すと。はい、国家間の関係の状態は、協力、友好、融和、不和、緊張、対立、戦争に区分されますと。ね。平時ではですね、不和、緊張、対立で覇権を争う冷戦というのが発生します。ちょっと前までの、ソ連とアメリカがそうでしたね。はい。過去のですね、東西冷戦は、覇権構想の手段として自由主義と共産主義を用いましたが、実際は核戦力の均衡ね、どっちが核ミサイルをたくさん持ってるかという均衡ですね。これを背景にした覇権の現状維持と現状打破の戦いでしたよね。はい、東西冷戦時のですね、アメリカは現状維持であり、ソ連は現状打破という状況でございました。現在ではですね、現状維持のアメリカと現状打破の中国がね、要するに、ね、ソ連が中国に変わっただけなんですよ。核戦力の均衡と均衡をですね背景にして、覇権のですね現状維持と現状打破の戦いを再現しているよね。今地球の覇権というのはぶっちゃけアメリカが握っています。これが気に入らないと思っている中国はこの現状をぶち壊して中国こそがアメリカにとって変わってですね王になるんだという形をですね、どこを目指しているという形ですよね。ちょっとコーヒーになります。そして過去の冷戦、過去の東西の冷戦は核戦争を想定しましたが、第三次世界大戦には至りませんでした。これはですね、核戦力の均衡によって、核兵器が平和を与える皮肉な結果に終わったわけでございます。これ、なかなかエッジの聞いたことが書いてるでしょうね。核兵器こそがですね、平和を与えるという、そういう皮肉な結果になりましたとね。でも実際これがそうなんだよね。戦争を始めればですね、核戦争になり、双方は共倒れになってしまいますと。そこで、不和、緊張、対立で冷戦を行って、地域紛争で代理戦争に変えていたという形なんですよね。はい、中国の軍拡は東シナ海、南シナ海、太平洋、インド洋と覇権の拡大に至りました。すると中国は隣接国と領土問題を発生させましたね。はい、フィリピンはですね、軍事力が劣っていて中国に領土を奪われ続けました。これはね、今の日本がそんな状況になってきますからね。はい、そしてフィリピンはですね、単独ではですね、中国に対抗ができないので、アメリカに助けを求めました。アメリカとしてもですね、フィリピンからの救援要請は非常に都合がいいんですよね。なぜならフィリピンを助けることは、中国と直接交戦を回避できますからね。フィリピンに戦わせて、ね、後ろでね、アメリカは後方支援をすると。でも実際に戦ってる人間で、フィリピン軍が使ってるのはアメリカの武器とかだったりするわけなんだけどね。はい。こういう状況を作り出せるからですよね。だから中国の覇権拡大を止められないので、アメリカはフィリピンの基地をですね、4カ所追加することになりましたよね。ルソン島のね、北部とかにね、新しく基地ができるようになったのは僕動画で言ったでしょ。はい、あれです、あれです。はい。初期段階はですね、友好国を用いた代理戦争を想定していましたが、次第に米中戦争に今ね、移行してきてるんですよ。だからアメリカはフィリピンで基地を増加させてるんですと。はい、冷戦構造、東西冷戦とは異なる米中関係とね、アメリカとソ連のあのバチバチの冷戦構造、あれとね、中国とアメリカの今の関係っていうのはちょっと違うということを書いておられます。はい、米中の冷戦は東西冷戦と同じであるが、今のですね、米中関係は核戦争を用いない通常兵器による戦争の可能性は極めて高いと。なぜならば冷戦末期になると核兵器は戦争用の兵器ではなく政治用の恫喝兵器になっていたからだとね。核兵器はですね、実戦兵器から抑止力を持った兵器になりまして、今日では交渉兵器になりましたね。したがってですね、核の抑止力の信憑性よりも曖昧性の方がより安定と抑止に効果があるんだということを言っておられます。そしてですね、東西冷戦は核戦争を想定していました。だから敵国のですね、都市を攻撃する戦略核を使うと、これは双方共倒れになりますからね。ね、相手が核を撃ってきたらこっちも核を撃ち返す状況になりますからね。はい、これでは勝利は得られないわけでございますよ。そこで戦場で敵国の軍隊を攻撃する戦術核であれば戦争で使えると想定されました。当時は戦術核と戦略核をですね、分離して戦術核を戦争で使うことが研究されましたが、これは見事に失敗に終わっています。まだどこも使ってませんからね。はい、イギリスの戦略理論家のですね、リデル・ハート氏は、破壊力の小さな戦術核を使えばですね、再現なく双方が使ってしまう状況になると。そうなると結局戦術核による汚染地帯は結果的に戦略核、超でっかい核兵器ね、戦略核と同じ状況になってしまうと見抜いたわけでございます。そして次のように主張しました。戦略核の戦争論と戦術核の戦争論を分離するのはこれ結局無理でしたと。いわゆる、核弾道ミサイルは使えない兵器になってしまいました。ただの抑止力としてしかやっぱ意味がないということになってしまったんですね。そしてこれを前提にですね、この話は進んでいきます。リデルハートのですね、主張は研究の結果正しいことが認められまして現在に至っていますと。このため冷戦後のですね、核兵器は政治用の恫喝兵器として使われているわけでございます。今まで結局そういう形でしか使われませんでしたよね。まあ、ロシアのバカはガチで本気で使う可能性ってゼロじゃないんだけどね。うん。
で、基本的にですね、戦術核だとしても戦争がでは、戦争では使われませんが、今のウクライナであれば、ロシアは戦術核を使う可能性というのはあります。あ、書いてあったわ。うん。なぜならば、ウクライナは NATO に所属をしていない、空白地帯であると。ね、要するに、ウクライナに対して戦術核、核ミサイルを使ったとしても、相手側からは核ミサイルが飛んでこないという状況だからなんです。だからロシアは使う可能性があると言ってるんですよね。ウクライナ単独でございますから、ロシアによる侵攻を受けたのであって、同時にロシアはですね、ウクライナで戦術核を使う可能性をまだ持っちゃってるんですよね。端的に言えば、軍事同盟に所属をする国に対して、核兵器は使えないんですと。そして日米のこの日米同盟っていうのは、これね、ワンチャン核の傘の元にありますから、中国は日本に対して核は使えないということになもなりますよね。はい。仮に核兵器を使えばですね、同盟国が核兵器で報復をしますからね。これではですね、自国が不利になってしまいますので、東西冷戦は核戦争は結果として回避をされたわけでございます。ソ連とアメリカっていうのは当時お互い核兵器を山ほど持ってましたからね。だからこそ逆に核戦争が起こらなかったということなんですよね。だがウクライナは NATO の未加盟でございますから、戦術核を使ったとしてもですね、同じく戦術核をロシアに使って報復をしてくる国がないわけでございますよね。この状況が非常に危険だっつってんの。だから日本も核を持つべきなんだけどね。はい。フィリピンはですね、アメリカと軍事同盟があるから、中国はフィリピンに対して、核兵器を使えません。使えません。フィリピンに使うとアメリカから核が飛んでくるからです。はい。そうなるとリレルハートが主張した世界になり、通常兵器を用いた戦争が待っているわけでございます。これはですね、アメリカに非常に都合がよく、中国に対して強気に出られる原因になっているわけですよね。これが根本となって、今アメリカは中国にゴリゴリにですね、強く出ているということですね。なぜならば、核弾道ミサイルであれば双方が撃ち合うという状況になりますが、アメリカは通常兵器で中国を攻撃できますが、中国は通常兵器でですね、アメリカを攻撃できないんです。できないんです。さらにですね、戦術核も使えないから、アメリカは通常兵器で十分に中国と渡り合って戦争ができるわけ。要するにね、ボッコボコにできるんですよ。ボッコボコにできるね。アメリカが中国を攻撃したら、日本とか台湾にミサイルはね、中国のミサイルは飛んでくるかもしれないけれども、アメリカの本国には飛んでこないよね。ちょっと日本としては困ったロジックだけど、これあり得るよね。はい、アメリカがですね、中国と戦争するのであれば、空と海が主戦場になりますと。しかもですね、中国付近の空と海だから、航空戦力と海軍戦力は、アメリカ軍が優位でございますよね。中国はですね、アメリカ海軍の戦力を太平洋から近海まで攻撃をして、段階的に消耗させる接近阻止を構想していました。この構想は、アメリカ海軍が、太平洋からですね、中国の近海まで接近することが前提であり、すでにですね、フィリピン、日本などに基地を置いておくと、無意味になる構想だったわけでございます。つまりですね、フィリピンでアメリカ軍のですね、基地の増加を行うということは、中国の接近阻止構想を完全に無意味にしてしまうわけでございます。さらに中国が核兵器を使わないというかね、使えないから、フィリピンに基地を増やすことは非常に都合がいいわけでございますよね。アメリカはですね、航空戦力と海軍戦力で中国に優位に立てるので、米中戦争に向けた準備を進めているとね。今ならばね、まだですね、アメリカ軍の軍力が圧倒的な今であるならば、中国をボコボコにできる。だからこそ今でこうやってね、急いでね、アメリカはね、戦争準備を進めてるんですよね。そして止められない戦争、ちょっとコーヒー飲みます。ここからはさらにエッジの効いた文章になってきますよ。はい。米中戦争は回避不能になりました。こうなると日本はもう中立を保てません。中国につきますか、アメリカにつきますか、そういう話になります。日本はですね、当然アメリカと連合して中国に挑むことは、中国は日本を核攻撃できないことを意味しますとね。だって日本をですね、核攻撃したら、アメリカから核が飛んできますから、中国は日本を核攻撃できないんです。さらに日本がアメリカと核兵器をシェアリングすることは、中国は日本を核攻撃できない担保になりますよね。はい。日本はですね、直接核兵器を持つ必要はございません。核兵器のシェアリングであればですね、保有と運用するのはアメリカだから、日本を警戒しません。アメリカが日本を警戒するのは、日本が直接核兵器を保有した時だよね。うん。そうなるとさすがにアメリカも黙ってないかもしれませんね。はい、ね。まあ、核兵器シェアリングであれば、核兵器を保有、管理をするのはアメリカ。だから最終的にはアメリカが決断するので、日本を警戒しない。だから中国から見ればですね、日本の核兵器のシェアリングはこれ脅威なんですよね。中国から見ればね。日本を核攻撃すれば、アメリカが代理でですね、報復をしてきますから、中国には脅威になるわけでございます。東西冷戦の時ですら、核戦争になりませんでしたが、核兵器シェアリングは、アメリカが代行するかもしれないという曖昧な状況を生み出しますよね。アメリカさんを撃たないかわからないけれども、撃たれたら終わるという状況を生み出すわけでございます。だから核兵器シェアリングは核攻撃をさせない担保になるんですよね。だから日本もね、この核シェアを進めるべきだと思うんだけどね。
はい、ウクライナを見るとですね、 NATO に加盟をしていないからロシアの侵攻を受けました。これは間違いないことでございます。この現実を見たことでフィンランドとスウェーデンは NATO の加盟を急ぎましたよね。はい、日本はアメリカとの軍事同盟だけではなく NATO と軍事同盟をすることはですね有益ですと。なぜならば集団的自衛権は複数の国が同盟をする、これはですね仮想敵国からの侵攻に対応することが目的であって自国から侵攻することではないんですよね。これはですね戦争回避が目的で使われましたが、すでに戦争が想定されているならば核戦争を阻止することに使えるわけでございます。核戦争が嫌ならば日本は核兵器シェアリングをするべきであり軍事同盟は有効です。さらに中国が崩壊をすればチベット、東トルキスタン、そして香港で行われる中国による人権弾圧を終わらせるという見事なことができるわけでございます。これまでですね世界は中国に対して外交を用いましたが人権弾圧を止められませんでした。残念だけど止められませんでしたよね。はい、世界の延長にこれ政治の延長に戦争があります。だから戦争も政治の手段です。ならば中国を人体に救うがん細胞だとすれば外科的な切除がですね必要なのであるという方ですね。これこの戦争は必要な戦争なのであるというところまで言っておりますね。はい、こんな感じのでもコメントねめっちゃ増えてきてるんですよ。はい、ということでですねこれね、この米中戦争というのはですねおそらくもう止められない状況になっている。僕にもねそんな風に見えます。アメリカはもう中国と戦争する気ゴリゴリ戦争する気満々でございます。もうそれはもう中国は暴発をしても構わんという形でですねこれブリンケンさんもこれね、訪問取りめたりしてますからね。だからね日本としてはね戦争準備を急ぐべき。いわば米中戦争になったら、その戦場っていうのは、間違いなく台湾とね、日本、特にね、九州、沖縄あたりはマジでやばいと思います。ゴリゴリにミサイル飛んでくると思うよ。本当に。うん。だから日本が戦場になるわけでございますから、日本も早めに覚悟を持つべきだと思います。ということでですね、これね、本当にね、状況だけ見、日本のね、マスコミがね、血の効いたね、報道しないから、日本人あまり分かってないと思いますけれども、年内にですね、米中戦争ね、少なくとも、武力的な小競り合いというのは起きても、全くおかしくない状況でございますから、日本もね、いい加減ね、これね、覚悟を決めるべきだと思います。で、この手のニュースね、海外見たら山ほどありますから、またね、シンボリックなニュースが出ましたら、皆さんにお伝えしたいと思いますので、もしよろしければチャンネル登録お願いします。というわけで、クマさんの動画終わりたいと思います。バイバイ。